はい、皆さんこんにちは、オールブルーです。リトルドラゴンズカフェ秘密の竜と不思議な島パート5やっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、前回の最後にパート3とか言ってたんだけれども、あれ本当だったらパート3一本で仕上げようと思ったんですけど、動画が長くなっちゃったんでパート4まで伸ばしたんで、ちょっと最後言い間違えてます。前回の動画ね、ごめんなさい。次からやっていきます。店員も増えたことじゃし、まあね、前回ね、豚さんみたいなのが来ましたね。そろそろカフェを大きくした方が良さそうじゃの。え、カフェ大きくできんの？マジで？そうなんだけど、でもどうやって？まあ見とれ。え、魔法で？嘘やん。嘘やん。お、あ、3階、あ、すげえ。すげえ。カフェが大きくなってる。すげえ。3階建てになってる。やるやん。どうじゃ、これくらいあれば泊まり客が来ても部屋に困ることはないじゃろう。うん、じいちゃんありがとう。え、すげえ、泊まり客来んの？まだ泊まり込みの客が来んの？え、すげえ、じいじやるやん。カフェに3階が追加されました。3階には客室があり、宿泊客はそこに泊まりますので。カフェの評判、カフェの、運営が本格的にスタートします。カフェの評判は LDC スタッフの動きやお客さんが食べた料理の評価などで変化します。評判を上げると物語の進行に携わる、宿泊客が LDC にやってきます。へえ、すごい、すごいね。ちょっと風が強いみたいね。洗濯物が飛ばされないようにしないと。リサすげえな。おはよう、今日も一日頑張ろうね。いいよね。え、とっても素敵な料理を思いついたの、レシピあげるから作ってみてね。あ、もらった。ラダットイよ。スカイが嬉しそうだね。風の強い日が好きなのかな。これがスカイか、ね、3階行ってみましょう。早速よし、3階。おっ、すごい。あ、でもそんなに広くない。あ、結構広いか。へえ、いい客室だね。わ、すごいすごい、じいじいろんなもん用意してくれてんじゃん。鏡とペンも置いてあるし、本格的。ちゃんとハンガーとかもあるし、すごい。こっちの部屋も一緒かな。あ、対面って感じだね。ここは？ここ出られないんだ。そのうち出られるんだから、ベランダかなんかで。へえ、じいじすげえな。3階作ったぞ、あいつ。じゃあ、朝10時ですね。もうそろそろお客さんが来る頃なので、今日はちょっとお店の手伝いしようかな。うん。ラタトゥイユでも作っとこうか。ラタトゥイユ、これ作ろう。素材足りるかな？あ、セロリがないとできないっぽいね。セロリ持ってません。残念、ラタトゥイできない。まあ、仕方ないね。素材取ってきたいとこだけど、なんかお手伝いしたいんだよね、お店の。できるだけ。はい、というわけで、ちょっとね、食材、お客さんまだ来ないんで、食材をね、ちょっと調達しましょう。卵もね、いっぱい落ちてますね。というわけで、ちょっと近くの素材だけちょっと。取りいっちゃいましょうね。お昼時になったから、お店どうなんだろう。忙しいのかな。あ、来てる。お店手伝いましょう。お、そうじゃ、今日はカチカチお米がたくさん取れてのおすそ分けじゃーって。あ、待って、あ、帰っちゃった。あ、終わっちゃったね。忙しい時間が。スカイかわいいわね。でも私の方が素敵かしら。あ、俺片付けるよ。私のサービスの評判がいいですって。あ、よかった、嬉しいわね。あ、ちゃんと働いてんじゃん。あ、素晴らしい。ちゃんとお辞儀もして、あ、ちゃんと素晴らしい、ちゃんとやってんじゃん。何時から何時まで開店なんだろうな。まあいっか、食材取り行こう。何しても食材がないとね、始まんないから。
セロリ欲しいな。セロリ取れないかな。今回倒すとこちゃんと倒すところをちゃんとね今日は考えてこっちの方に追い詰めたにもかかわらずこれですよ。なんやこれ、どんな状態やねん運営さん。ちょっとちゃんとしてやこの辺、ちゃんと下に落ちてくるようにしてよ。取ってる意味がねえじゃん、打てたら。なんであんなとこ引っかかっちゃうわけ、おかしいやん。やべ、夕方になった、お店手伝いに帰ろう。あ、ここか。はいはいはい、こっから忙しくなるんじゃないですか、またね。こっからお忙しくなるんじゃないですか、またお客さん入ってくんじゃない、もうそろそろ夜の営業が多分もうそろそろ始まるんで、ちょっと待ってみましょう。できるだけお手伝いしましょう。うん、スカイお腹空いてんね。スカイのご飯あげよう。緑の、あ違う、青の、青の素材。青の色素はどんどん上げていこう。めっちゃ喜んでる。来た、いらっしゃいませ。はい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 、取ったらここに置くでしょ。はい、働くで。はい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 、ズキベーコンをもらって、とりあえずお客さんと話せばもらえるから、何かしら何かしらもらえるから、とりあえず話す。オッケーオッケーオッケー。はい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 、配膳配膳。失敗したな、あいつあいつ失敗したな、料理失敗したな、あいつ。あ、ゴミ箱、ほらゴミ箱捨ててんもん、あいつ。何やっとるわ、あれゴミ箱捨ててんじゃないよ。はいはいはい、お、ちゃんと働いてんじゃん、偉いじゃん、ちゃんと働いてんじゃん。はい、ありがとうございました。あ、ごめん、今やるね。今サボってるの、サボってなかったでしょ、今掃除したじゃん。はい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 、この音が、この音が鳴ってるってことは、この音が鳴ってるってことは、お前サボってんじゃねえよ、お前サボってんの。じゃーんつってね。あれ、もう終わったか、あっという間だな。評判かなりいいって、ビリーも評判いいって、さっきハート出たね。うん、お前さっき失敗してたろ、見たぞ俺。あら、裏の原っぱに行くのつって、さっきここに捨ててたもんな、こいつ。食材を無駄にするな、お前は。何をやっとるか。お、夜の10時になったよ。店も大きくなったし、なんかいろいろ変わることがあるのかな。ね、お、もうちょっと飛んでんじゃん。ねえ、店も大きくなったし、なんかいろいろ変わることがあればいいけどね。ん、なんだこれ、今日の結果だって。こんなんあったっけ。1日の終わりに今日の結果が表示されます。集めたものやカフェの状況などを確認できます。あ、 L1R1 で満足度ランキング、注文数ランキングの確認もできる。新記録、今日新記録だって。お客様の声、幸せだって。トロフィー、幸せの声。すごい。食材、あ、常連の字なんだ。この野菜炒め、これはさっき食べた時より、ん？さっき食べた時よりまずいって。この野菜炒め、ほっぺたが落ちそうじゃん。次男。あれ？あの豚。グリーンサラダ、これはいつ食べてもうまいの。良い夢が見れそうじゃん。だって。このグリーンサラダ、眠気も覚めるほどうまいぞい。だって。こ
この米うまいの、この米何度食べても何度も食べたくなるくらいうまい。お客様の声がすごいね。常連のじいさんばっかじゃねえかよ常連のじいさんばっかじゃねえかよ。ほっぺたが落ちそうとか。来客数今日12人も来たの。満足度がピリ辛の、野菜炒め、極上の寿司をステーキ丼とプリンが人気なんだね。注文数はバンヤカウタがやっぱり一番いい。なんか言えば注文数これだけ多いと野菜が速攻なくなっちまうな。あー、なるほどね。夜の12時になると見れるんだね、きっと。あれまた拾えるようになったら早いな。夜のうちに食材集めとかないとね。頼むぞスカイ。スカイを呼んどいて、スカイが下ってるうちにこっちちょっと見てみる。よいしょ。待って、スカイはこっち来ちゃう。オッケーオッケー、取り行ってる分かってんじゃん、分かってんじゃん。スカイ、あれスカイちょっと青くなってない？あれスカイ紫になってない？え、スカイ紫になってない？ちょっと色が、見て、ほらほら、若干紫っぽくなってない？これ夜だからかな、夜だから紫に見えるだけかな、これもしかして。赤と青で紫だからね、色素は、色合い的にはね。紫になったのかな、わかんない。ちょっと夜だからもしかしたら赤なのかもしれない。明日の朝になってみるとわかんねえな。てか家の中入ればわかるか。でもあからさまに紫だよねあれね。なんかあれだよこれさ、なんか他の実況でも言ってるんだけど、俺美容師やってるんですけど、なんでさ、あの白髪のおばあちゃんたちが紫頭にするか知ってる？これね、あの知ってる人いるかもしんないけど、あのね、あの白髪ってね、黄ばむのね。黄ばむっていうか色素がね抜けてくと、白髪って黒からね白に変わってくんだけど、色素が抜けると最初のうちってね、黄色なんですよね、白髪が若干。だからちょっと黄色がちょっと入ってる、おばちゃんの白髪の人がいると思うんだけれども、それをのね、打ち消す色、その黄色を打ち消す色が紫なんだよね。そうだから紫色髪の毛にしてるわけ。要するに黄ばみを取るために紫にしてるっていう感じなんですよねあれ。そのために紫色のねおばちゃんが多いという、そういうことになってますね。紫色のおばちゃんよくいるでしょ、関西の方とかね。関西の方じゃなくてもいるけれども、そう、紫は黄色を打ち消す色ね、退色って言うんだけどもね。だから紫色の髪の毛が多いですね。ちょっと一つ勉強になったでしょ、雑学として覚えといてね。なんで紫、あんだあの人紫なんだろうと思ったら、それ言ったって友達に。ちなみに、ね、赤みをね取りたいだけ、髪の毛が赤いわって、いつ染めても髪の毛が赤いわってしてるでしょ、この少年みたいにね。髪の毛染めたらいいけどなんか赤くなっちゃうみたいな、赤色、まあ、そうやって色素が抜け、なんか色素が濃い人って抜けきんなくて赤色になっちゃう人が多いんだよね。黄色にするつもりがちょっと赤みを帯びちゃうとかね。それ色素が濃いからなんだけど、その赤みを取るために使うのが緑とかね、緑色をカラーに混ぜ、赤みがね強い人はカラーに緑色を混ぜて赤みを消すとか、そういうのがね美容師の知識でね大事になってくるからね。まあこれも自分で家カラーねするときは覚えておいた方がいい。なんか私髪の毛染めてもいつも赤いんだよなと思う人は、ちょっと緑色のやつを買ってきてね、ちょっと混ぜてみたりとかすれば赤み消えますんでね。ぜひやってみてくださいというちょっと雑学をねここで披露して取っていく。倒すとこ気をつけて。アイス特に遠くに行きがちだから、そうするとちゃんとこっちにこう
追いやってから、そう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 、あー危ない、またずれた、危ねえ、こっちのやつちょっと危ないわ。来いスカイ、スカイおいで若干ほらほら紫になってるよね、若干やっぱり、若干やっぱり紫になってる、ほらほらほら追えなくて、あいつやっぱ落とすね、やば。あーズッキーベーコンの取り方分かったわ、ほら若干ほら、あピンクっぽいな、若干紫って言ってるのかピンクって言ってるのか分かんないけど、でもちょっと色は変わりましたね、スカイの色がピンクになった、ピンクなのか紫なのかちょっと分からんけれどもね、ほらすごいすごいすごい素晴らしい、こうやって変わっていくんだ、徐々に徐々に変わっていくんだ、いけるよガツンって変わるのかと思ったら徐々に変わるんだね、うーん、こいつら変わるときは追いかけさせて、追いかけさせてこういうとこにこういうふうにこういうこと、こういうふうにやればほらこういうことだね、あこういうことだね、あーなるほどなるほど、また浮いちゃったよ、ま、なるほど壁にぶつければいいんだこいつ、超簡単じゃん、うえおいでほら、こうやってお肉を大量に取っていくんだ、いいね、こうやって来れなくなって、待って来れなくなるんじゃないの、待って待って待って、危ない危ない危ない、お前おいお前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 、もうちょっとぶつかる予定じゃん、ぶつかるやつじゃん、ぶつかるやつじゃん、ぶつかるタイプ、ぶつかるやつじゃん、あーそっち、これはダメなんだね、石とかじゃないとダメなのか、なるほど、なるほど、実践の中で学ぶ男オールブルーです。じゃあとりあえず奥の車載も取り行っちゃおうか、朝10時か、だいたいカフェがお昼頃、お昼12時頃から開くから、その頃には戻ってちょっとお手伝いしたいな、また、卵取り取っていこう、おう、ジジイ初めて見るな、ヘイボンコミックが今年も豊作でカフェの料理に役立てぜぜ、あ、もらった、ありがとう、あのジジイの家こっちなんだな、あのジジイ今からカフェ向かうんだろ、あいつ好きやな、うちのカフェ、あいつあいつうちのカフェ大好きやん、まあありがたいことなんですけども、あのジジイが向かってったってことはもうちょっとね、ほら12時頃からカフェが開くから、お、起床起床、お、起床、新鮮、広前とこ、もうちょっとでカフェが開いちゃうね、よし開いた、カフェに戻ろう、多分戻、多分12時から多分、ほら来た来た来た、100来た来た来た、いらっしゃいませ、あやっぱりそうだね、ちょっとピンクになってるもんね、ほらビリー働け、はいはい、はい注文注文、はい注文、はい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 、俺の、はいビリーポケット手突っ込んでねえよ、はい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 よー、効率中だから、はいはい、配膳してズッキーベーコン、こうやってお金、お金じゃねえよ、レシピのかけらを見つけたって、はい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 、いろんな人の話しかけていきましょう、はい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 、いろんな人に話しかけていこう、レシピがもらえる可能性がある、はいはい、俺は作んなくていいのね、おさ、皿が開いたぞ、皿が開いたぞ、はいはいはい、あリサがサボってんじゃない、よし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 、はい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 、こいつはサボり状態ねえのかな、こいつ、あ終わった、2時に終わりなんだね、カフェ外行こう、店を手伝った後はもう一回食材を取りに行きましょう、また咲いてんじゃん、早くない、
よし、お腹空いてるから、スカイにこれあげよう。青の色素お食べ。いいね、喜んでる喜んでる。何、スタッフがサボってます。あとスタッフがサボってます。ちょっと頼むよ。ほらイパネマ、お客さんが急いでるのだから、そんなことしてないで。やっぱり私のフライパンを持つ姿は素晴らしいわ。フライパンと奇跡のツーショット。何やってんだよお前。いやだからね、急いで料理しないと。お客さん帰っちゃったよ。何やってんだよもう。豚、あ、お客さん、豚よ、何やってんのよ。なんやこの選手は、ピラスコップか。いらっしゃいませ。変わった少年。おう、みんな安心したまえ。勇者ポンチョ様が来たからな。おお、おお、ちょっと強そうじゃん。スプーン持ってけど。え、あ、うん、勇者様。怒ってる。勇者ポンチョ様、笑うな。オイラバカにしたら後悔するぞ。なんだよスプーンって。それでそいつで戦うのか。ちょっとビリー、言い過ぎよ。可愛い勇者じゃない。可愛いだと。おこだよ勇者様。あ、え、可愛いはダメなのか。勇者はかっこいいのに。おいらは勇士として旅の途中なんだぞ。一人で旅する強い男なんだ。泣いてる。まあまあポンチョ、どうぞ座って。ほら泣き飯勇者様、座んな。バカにするな。勇者様泊まるのかな。ポンチョ落ち着いた。今のはなかったことに。うん、よし注文するぞ。ジュースが飲みたい。ジュースは何でもいいぞ。了解しました。青頼むね。おう、まっすぐな。わーい、砂漠を旅して喉がカラカラだったんだ。みんな集まりすぎだろ。砂漠なんてあったか。いただきます。お、ふう、落ち着いたぞ。これでいつもの調子が出る。輝いてるけど、なんでスプーンなの。勇者って剣のイメージ。甘いな、そんな勇者ごっこをしてる子供の発想だ。そんなのふっふー、これはある村の伝説の勇者の伝説の勇者から譲り受けたんだ。おいらの悪愛の勇者大将、彼は大食いで有名だったのだ。だからスプーンが象徴だったのだ。あんなの勇者じゃねえよ。あらビリー、知ってるの。別に。大して知りもしないくせに勇者じゃないとか言うな。じゃあ、あんたの知る勇者様って何なんだよ。それはもちろんあれだよ。強くてすごくてかっこよくて。あ、こっちはまだな。そもそも譲り受けたとか嘘だろ。おいらはうう、どうしたの。下痢った。お腹がトイレ。そっちトイレだったんだ。あっちトイレやったんや。初めて知った。ポンチョのおかげで初めて知った、あっちはトイレって。ビリー、子供相手に言いすぎよ。あんな言い方しなくても。なんだ、ビリーの身内か。勇者はお父さんか。ふう、オイラのお腹繊細なんだからもっと気遣いよな。ごめんね。オイラのお腹はな、
前に悪い魔女と戦った時に呪いをかけられたんだ。だからオイラをいじめる奴が現れたらお腹が痛くなっちゃうんだぞ。これは伝説の勇者大将も同じなんだ。勇者の証だ。音だけはかっこいい。あいつは食いすぎてよくお腹を壊すだけだ。お前なんでそんなに詳しいんだ。別に同じ村出身だからな。そうなのか。なあなあ大将って。もう帰れよ、外暗くなるぞ。確かに夜になっちゃう。お家に帰った方がいいんじゃない。おいら勇者の旅の途中なんだ。野宿するんだぞ勇者は。お腹が痛い。大丈夫。痛い。困ったね。あ、そうだ、お宿で泊まってもらえばいいんじゃない。宿があるのか。あるぜ。そうだな、勇者は宿にも泊まるものだ。おいらが泊まってやる。勇者様がいたら心強いだろ。腹さすりながら何言ってんだが。泊まりの客が来よったか。かわいい勇者様じゃな。母上殿が心配してるんじゃなかろうかの。何やら事情もありそうじゃから、しばらく様子を見ることにしようかの。またストーリーが進んだ。やったぜ。料理の評判、お客さんの料理の評判は出来栄えの他に温かい料理、冷たい料理などの好みにも影響するんだって。評価のに応じてお客さんの満足度が変化します。より良い料理を作って満足度を上げましょう。わかんねえかな、何食べようか。どうしたらいいんだろう。三角を押すとメインメニューが表示されます。持っている食材や料理の情報のほか、お客さんに出すメニューの更新ができますだって。こいつはこの料理にを出すみたいな、そういうことが設定できるのかな。画面右ではドラゴンやカフェなどのステータスと宿泊客の物語進行が、あ、なるほど、物語進行もあるんだ。物語進行ね、もあるんだね。集めたものはこれまでに入手した累計。スタッフの状況はカフェの運営スタッフがうまく回しているかを3段階で表しますだって。カフェの評判ゲージに表示されるびっくりは次の宿泊客がやってくる目安だって。へえ、近いよってことなのかな。なんかいい、あ、ポンチョのスト、あ、めっちゃいるやん。1,2,10人もおる。物語進行がまだまだだったね。楽々って書いてあるね、スタッフの状況が。カフェの評判びっくりマークがついてる。あそこで誰かが来るってことなのかな。カフェの評判があそこまで上がったらきっと誰かが来るってことなのかな。多分そんな感じがするね。なるほどね。へえ。ちょっと時々もらえるからさ、レシピをちょっと話しかけてこないとさ。こいつ話しかけづらいな。お、なんか注文始まったぞ。おい、なる前何くんだ。あれイパネマが、どうした。イパネマ、お、サボってんじゃねえ。サボってんじゃねえ、イライラしてんのか。イライラしないようにするにはどうしたらいいかしら。はい、上がった。ちょっと運ばせよ、ビリーに運ばせよ。ビリーに運んでけ。お前ギター下ろしたら。お前ギターなんかしょってっからいけないんじゃない。ちょっと、あ、何食ってんだこいつ。なんだこれ、かゆ食ってる。おかゆ食ってんぞこいつ。腹痛いからか。このかゆうまいな、おいらおかわりしたいぞだって。はい、あ、上上がってったわあいつ。あれ一人しか来なかったね。またあいつゴミ箱の前にいるわ。また失敗したんじゃねえだろうな。食材が無駄なんだよあいつ。俺が料理した方が成功する気がする。ちょっと見てみようか3階の様子。何やってんの。こっちじゃない、こっち側かな。勇者ポンチョ何やってんだ。あれいない、ポンチョおらん。どういったあいつ。
あれここか。ポンチョおらんな。ポンチョがおらん。まあというわけでね、これでちょっとドラゴン肥料も、あ、ポンチョいた。ポンチョ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 、おお、あいつ、おお、あいつ3回いたぞ、あいつ。おお、ポンチョ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 、お前、お前何苦いてたんだよ、お前。お前客だろ、お前。スタッフのとこ入ってきてんじゃねえよ。おいら味にはちょっとうるさいぜ。母ちゃんのうまい料理食べて育ってきたからな。あ、そう。あいつ勝手に2階に言いやがったぞ。寂しいんだな、あいつ。2階に人がいるから行こうとか言って。ドラゴン肥料センキュー。お今日のやつだ、新記録や。お客様の声、幸せだって。やったぜ、素晴らしい。やっぱバーニャカウダがやっぱりカユだったね、今日ね。満足度ランキング、カユが美味しいって言ってたもんね。いいね。なんかまずいわとか言ってるやついたね。 OK、 とりあえず今日はこれで寝てセーブしましょう。というわけで、え、朝になったらまた物語進行とか多分ないと思うけど、あの満足度で物語が進んで、このね、あのびっくりマークのところまでカフェの評判が上がったらきっと、なんか物語が進むのかなっていう感じですね。なるほどなるほど、わかりやすい。というわけで、それを目安に今度からね、頑張ってやっていこうと思います。この回うまいな。はい、というわけで、今回のパート5ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価の方よろしくお願いいたします。ではまたパート6でお会いいたしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。乱れてたか見ていたもん、ほらだんだん引き裂いてく。